2009年の秋もやはり我々はこの男に完全制覇という夢を託します。100人が挑んだ2009年秋のサスケ、最後の最後に残ったのはやはりゼッケン100番この男でした。世代交代が叫ばれる中でこの男だけは群を抜く安定感を見せました。それは全て今年1月結婚をし、そして6月に息子が生まれた、守るべきものができたということ、そのことがこの男を変えました。サスケのファイナルステージ、まずはヘブンリーラダー、5メートルを超える、まもなく10秒を切りました。さあ登っていく橋本、ヘブンリーラダーから G ロープに手をかける。完全リニューアル決定、史上最強の魔女を誕生。